一斉のせレンズ、一斉のせレンズ。珍しい2人のスタートですけども、今日は、はい、次女のふーちゃんと三女のおとちゃんにいろんな質問にも答えてもらいたいと思います。題して姉妹いっぱいの質問です。果たして姉妹いっぱいの質問がいいんだよ。いや普通100問の質問とか言うと思ったけど100問もやれへんから。何問にします？え、おとは決めていいよ。30? うん、30ですね。はい、それか20か。じゃあ30にしますか。はいはい、はい、30いいよ。わかりました。はい、30で30の質問いきましょう。はい、お二人仲いいですか？はいはい、仲いい仲いいです。何して遊んでますか、いつも？ゴロゴロして芋虫ごっこしてる。何それ、芋虫ごっこって？ふにゃふにゃするの。二人で。ふにゃ。もうこれこれ。どんなことで喧嘩しますか？なんかアイス一本しかないとき、ママが半分しようって言うんだけど、一人で食べたいって。好きな給食は何ですか？マリンブルーゼリー。おとちゃんは？マリンブルーゼリー。お。うん、でもフルーツも好きなんだよ、と、うん、フルーツ自体も好きだけど、マリンブルゼリーが好き。オッケー、じゃあこれだけはミユに負けないと思うことは何ですか？競争。あー、競争勝つね、ふーちゃん。運動神経。運動神経？あの足開くの。あー、柔軟ね。柔軟、確かに。おとちゃんめちゃめちゃやった。シャトルラン。あ、シャトルラン、やっぱりね、運動系だね。うん、ミユはどっちか言ったらいろいろ作ったりする方が好きやから、運動よりね。そうだね、クッキー作りとか。うん、将来どういう仕事をしたいですか？あ、おとカフェ屋さん。ああ、カフェやりたいんだ。パン屋さん。あ、パン屋さん、2人出てくるよ、ほんならカフェやりながらパン屋。保育園の時の楽しい思い出を教えてください。おとと滑り台滑ったの。ああ、一緒に行ってたもんね。うん、こうやってここがおとに行ってピューって。うん、それ楽しかったんや。水遊び。あー、水遊びね、みんな好きやったな。ふーと掛け合いっこしてた。ふー一番狙ってた音。確かにね。夏休みやりたいことは何ですか？おと、グアム行きたい。グアム。グアムとか、なんかディズニーランドとか。あー、いろんな旅行に行きたいのね。そう、家族で。そう。オッケー、ふーちゃんはやりたいこと、うん、どこに行きたいとか、何々食べたいとかでもいいよ。遊園地とか行きたい。あー、やっぱり、ね、遊ぶとこに行きたいんだな。乗り物乗りたい。乗り物乗りたい。結婚して何人ぐらい子供欲しいですか？双子。あ、双子が欲しいの？うん、なんで双子？双子。なんで双子？だって、あの双子で、なんか双子だと、なんかあの二人いて可愛いから。うん、そっか、二人とも双子がいいんや。うん、ママの作る料理で一番好きなのは何ですか？ガパオ。お、ガパオ。あー、パパもそうやね。ガパオずっと昔から言ってる。トワくんに何を教えてあげたいですか？ジャンボ鶴太。やってみて、ジャンボ鶴太。あとはね、うん、アンパンマン体操。アンパンマン体操教えてあげる。な、あの歌と、うん、とっちゃん並んで、あのアンパンマン体操するのはちょっと可愛いから。あ、可愛いね、2人でやったら。それはいいかもしれないな。覚えてない。うん、憧れの人は誰ですか？ユーチューバーでもいいんです。いいよ、来たよ、男の子一人。憧れの人？うん、フォーエイトさん。あー、フォーエイトさん。フォーボーイー。僕もフォーエイトさん。最近フォーエイトさんすごい似てるもんね。うん、休みの日は何をしていますか？あー、うん、ユーチューバー見てます。ユーチューブ見てます。ふーはお料理したい、うん、お手伝い。あー、そうだね、買い物行く。確かに、パパと。なんかパパが帰ってくるって言ったら一緒に行くって言って行くしね。ああ、ママがなんか料理するって言ったら一緒にするってやるもんね。うん、宝物は何ですか？愛称グッズが、あの宝
スライムとお化粧道具メイクいいね。そうね、水スライムが好き。休み時間は何をしてますか？パチンコ、ビャン、けん玉、鉄棒。おお、いいね、ちゃんと体を動かしてんねや、休み時間。うっせぇわで、うっせぇ、うっせぇ、うっせぇわ。すごい時代やな、けん玉うっせぇわでやるんや。もしかめであ、そう。好きな科目は生活。生活科。タブレットだから。あ、そっかそっか。総合。総合？何総合？パチンコ、ビャン、料理とか。パチンコ、ビャン。好きなお菓子は？あっち行こうじゃん。ふーはなんかフライドチキンっていう題名のあのこういうまん丸のパリパリのおせんべいみたいな。あるね。パパとかが好きなやつが好き。あとはカツのなんかお菓子とかなんかツイスターが好き。なるほど。パパと二人でデートするのに何したいですか？遊び回れ。遊び回れ行きたい。おとちゃんはかき氷食べた。かき氷食べに。ああ楽しいもんね、うん、かき氷食べに行くの。ママと二人きりなら何したいですか？カフェ行きたい。おカフェ行きたい。カフェやっぱちょっとおしゃれな方にしたいな。そう。家族の誰かと入れ替われるなら誰になりたいですか？奥になった。自分あーいいね、自分がいいね。今のままでいい。わーいいね。だって運動神経もいいのが、うん、いいから、うん、パパ。パパ、うん、なんでパパなりたいの？テレビ局にも出てるし、出れるし。あ、そんなんやりたい？あ、そう、楽しい。面白いし、うん、すごいことができるから。ありがとう。姉妹の順番を入れ替われるなら何番目になりたいですか？一番上。あ、一番お姉ちゃんなりたいの？おとちゃんは？いや、真ん中上。なんで一番上がいい？ね、真ん中。姉ちゃんだから。これ視聴者の人から来た質問ね。パパが有名人でよかったですか？はい、よかった。あら、なんで？ YouTube が撮るのが楽しい、うん、楽しい。ふーちゃんずっと言ってるね。 YouTube も撮れるし、うん、テレビ局にも出れるし、ポケットに。よかった。いろんな経験できるから。そうかそうか。どういう先生が好きですか？ああ。今の先生好き？好き。どういうところ好きなの？なんか優しいところとか。ああ、そうだね。優しくて面白い先生。なるほど。新しいお友達を作るためにはどうすればいいですか？ああ、そうはね、勝手にできる。勝手にできるの？友達の方から聞こえる。あ、友達の方から話しかけてくれんねん。うん。へえ、嬉しいな。名前をまず聞く。相手のね。おと、名前を教えただけで、あ、相手が笑うから笑ったらなんか友達になる。もうめっちゃ素晴らしいやん。名前聞いたら笑いかけてくれて、自分を笑って、もう友達ねって言ってる。いいね、その友達の作り方。遊んでる時にお化けが出たらどうしますか？怖いわ。掃除機です。掃除機で吸えんねや。で、ふーちゃんは冷蔵庫に固める。冷蔵庫で固める。冷凍庫持っていかなかったもんだ。今までで一番怖かったことは？あの、保育園の時の先生のお化け屋敷がめちゃくちゃ怖かった。ふーちゃんは？ふーは、あの、階段でくるんって転び落ちそうになったこと。ああ、それ怖いな。ビビっちゃう。それは怖いわ。大怪我しそうになるもんね。うん。喧嘩したらどうやって仲直りしますか？カチャカチャしてミユの、それかミユの変顔。ミユの変顔で仲直りが戻る。笑って一人が笑う。そうか、笑ってしまったらもう空気がな。それか。喧嘩のテンションじゃなくなるもんね。なんか自分の好きなゲームとかで、うん、喧嘩した同士と遊んだら泣く。なるほどね。あの、なんかみゆの携帯で YouTube 見ていいからっていう。あ、そうなんや。2人が喧嘩してたらみゆが来てくれんねんな。うん。2人も YouTube 見て仲直りしって言って。いいお姉ちゃんやな。パパママに言われて嬉しかったことは何ですか？宿題でできなかった問題が褒められたこと、うん、できなかった問題が褒められた。あ、できなかったのができたから。ああ、なるほどね。できるようになって褒められたことね。足が柔らかいって言われたこと。柔軟を褒められたのが嬉しかった。
好きな男の子と仲良くなるためにはどうすればいいですか。好きな女の子と仲良くなるためにはどうすればいいですか。悩んでるな。好きな男の子できたらどうする。好きって言う。言わないでしょ。言えない。うん、恥ずかしい。特に恥ずかしがり屋だから。好きな子に好きって言わない。うん。じゃあ好きな男の子から好きって言われたらどうする。え、私も好きって言う。恋の悩みみたいな、初めての恋の悩みみたいな感じやな。言わない。言わない。へーってへーって言ってはぐらかすんや。音はあのどうやって言えば分かんないって言ったら笑う。笑ってどう言っていいか分からんもんな。確かに。今年結婚式なんですが、どうやったら痩せられますか。痩せる方法ね。うん、なんかあの走ったりジャンプしてバランスを取ったり、バランスとかもいいと思うけど、あの運動ね、とりあえずね。うん、運動ですね。じゃあ最後です。仕事が嫌だなと思った時は何を食べたら元気になりますか。ああ、ご飯物とか、うん、お菓子食べたら元気になるよ。ふわ、お菓子食べたら元気になる。ポトちゃんは多分お腹が減ってる時だと思う。やる気が出ない時は、うん、とにかく何かを食べる。何がいいと思いますか。一番うどんを食べる。うどんです。ポトちゃんはずっとうどんでございました。はい、ということで3週も終了しました。まあ二人とも仲いいってことだな。いろいろと。そうです。まあ喧嘩もするけどね。本当にちょくちょく喧嘩してるけど、はい、でも次の日にはもう仲直りしてるってことだな。そうです。いいですね。もうあの次の日は忘れてる。うん、それでいいよ、それでいいよ。もう喧嘩はね、あんまり長引かない方がいいの。その日のうちに終わらして、はい、次の日からまた楽しくしましょうっていう。そうです。やらちゃん、そういきましょう。もう終わりまして。はい、そうですよ。はい、今日の汚れは今日に置いとく。はい、明日新しく生きる。はい、わかりましたね。はい、じゃあこれからも楽しくいきましょう。質問くださった方々、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。またこうぐらいだったらなんかやってみましょう。はい、ということで